フランス人権宣言、松塾です。さあ、始めていきましょう。今日やっていくテーマはこちらということで、フランス人権宣言。人権宣言って何ですかって話になるんですが、人権宣言ってのはこちらになります。人は生まれながら自由で平等な権利を有するということです。いいですか？人は生まれながらに自由で平等な権利を有するということです。アメリカ独立宣言の時との最大のテーマの違いはこちら。平等だよってことです。平等だよ。みんな平等に生きる権利を持ってるんだよっていうことです。いいですか？皆さん考えてほしいんですけど、ある特定の地区に生まれたとか、ある特定の様子に親から生まれた場合は、税金が倍とかですね、刑罰が3倍とかですね、特にその重い犯罪をしたわけでもないのに、なんで俺が3倍の様子に刑罰を課せられなあかんねんというふうな形になるわけなんですね。そういうふうな法律はやめてねっていう話なんです。いいですか？そこは大事なんです。だから、フランスの要するに人権宣言の最大の特徴は何かっていうと、平等性がありますよね。すべての国民一人一人に対しては、平等性を持っていますよね、ということが大事になってくるわけなんです。よろしいですか？こうやっていろんな権利を獲得していったわけですね。法律をきちんと守らせなきゃいけないですよ。マグナカルタです。議会の方が王様よりも偉いですよね。権利焦点です。ね。自由に働いたり、自由に住む場所決めれるよね。アメリカ独立宣言です。フランスの人権宣言では平等性を謳っていることができますよねという形になります。よろしいでしょうか？というわけで、フランス人権宣言、人は生まれながらにして自由で平等な権利を有していますよというふうな形になります。よろしいでしょうか？それでは本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。